お疲れ様です。それでは34週目、テクニカルの見通しについて考えていこうかと思います。え今週34週目はですね、FOMC の利下げ発表があるかないかっていうところが一つの注目ポイントでございますえ。ですんでね、テクニカルの見通しとしては、150円台に乗るか、140円台のままかっていうところだけをざっくり見ていこうと思いますね。で、今ご覧いただいているのが、 えー、週足ですけども、えー、まず、前の週で、下落の勢いが止まったことが示唆されてますね。で、今週はまだ、形成中ではあるんですけども、上昇している陽線を出しています。この陽選が、今週中に、利下げによって、下の方に行くのか、もしくは利下げの、もうね、見通しってのは、今までに経ってますんで、改めてね、利下げの発表ってのが、 見送られる。もしくは発表があっても影響が少ないのかによって、まあ、上昇の方にね、これの上昇ってのは、下落に対する揺り戻しですけども、これが、だいたい150円前後で落ち着いてるのかな、落ち着いていくのかなってところが注目ポイントだと思います。これはね、木曜日の深夜3時に、利下げの発表があるかないかってところを踏まえて FOMC があります。だからそこに注目なんですけども、そこでなかったとしても、FOMC のパウエルさんが、 今度は金曜日の深夜に、23日の深夜にね、記者会見しますので、そこでの発表になるかもしれません。で、その上でテクニカルなんですけども、まあ一応ですね、円高の方向、つまり下落の勢いはここで止まったかなっていうことと、その大きな下落を作った後の戻しですね、戻しも今週終わるというふうに考えてよろしいかと思います。週足ではそのあたりの観測すら、 観測ぐらいいしかかでできないかなってとことすね、はい、じゃあ次はね、冷やしの方を見ていきますね。冷やしなんですけども、ここで一旦レンジを作ったんですけども、ここから材料によって大きく上に跳ねて、同じ材料で下に下がっていきました。ですんでまたこの辺りにレンジを形成する、まあ、そんな一週間になると思いますけども、それが月火水で消化されて、えー、木曜日に FOMC によって動きがあるかもしれないかなっていうところです。 さらに金曜日、今度は CPI が日本から発表されますので、そこについても大きな動きが出てくるんじゃないかなっていうのが、冷やしを通じての見通しになってきます。はい、次はですね、4時間の方を見ていきます。まあ、これは19日に関わることになりますけども、こちらの方にね、一旦レンジができたのが、材料によって下に戻っていきました。そうなると今度ね、こちらで一旦作ったレンジオプション、 これに戻っていくのか、それとも、このレンジをゾーンとして上に跳ねるのか、これを見ていくのが月曜日の作業ということになりますね。19日の午前中ですよ。さらに1日足を見て細かく考えていきます。はい、このようにですね、上から材料によってドーンと押し付けられたものが、今度反発して、さらに反発してということになります。で、直近のレンジで作った抵抗体ってのが、 この辺りに存在しますね。ここですか。ここにゾーンが作られてますんで、147.526と147.466の,の、この、10ピプスジャックのゾーンですね。これによって、上にさらに弾かれるっていうケースと、下にくぐもって、もともとあったこのレンジに返ってくるというね。ここを、月曜日19日の午前中に判断するということになります。もちろん、 明確なバウンド、つまり跳ね返って上に行くっていう動きと、もしくは下の方に潜っていくっていう動きが明確になってなければ、月曜日全体を使っていくことになりますね。そんな感じで、34週目、えー、スタートすることになると思います。34週目だよね。34週目だと思いますけども。そうですね。はい、34週目、以上のような形になります。それではですね。 34週、十四週目だよね、今度ね。はい、34週目になりますね、今度見通しは。はい、以上です。